はい、どうもこんにちは、ダッカキッチです。さあ今日はですね、まあちょっとライブでも話あったんですけど、まあ初めてやる方とか、まあね、ちょっとここね、半年、まあないし1年ぐらいでね買った、まだまだ僕はね初めてでの初心者のプリプリ1年生ですっていう方がね、ドラゴンクエスト10最近ちょっとね多いみたいなので、まあ、装備と耐性の揃え方がちょっと分かりづらいと、もう耐性何々用意してこい、何の耐性を用意すればいい、何の装備を買えばいいっていうのをね、まあ悩みとして、声が多かったので、まあ動画にしたいと思っておりますっていうことと、まあうまくね、買えばね、まあ安くね、耐性装備を揃えれるっていうことをね踏まえながらもね、動画にしていきたいなと思っておりますっていうことで、まあ最初ね、耐性って何っていうことなんですけども、まあ最初にね、耐性って何、耐性って必要なのっていうことなんですけども、まあ、そこからちょっとお話しさせていただきたいと思います。ね、ドラゴンクエスト10で最も重要なものが、まあ、耐性装備っていうものなんですけども、まあね、普通にストーリーをクリアするなら、正直ね、サポート借りて、正直、気にしなくていい部類なんですよね。気にしなくていい部類なんですよ。うん、ストーリーをやるだけだったんであればね。ただやっぱりストーリーやるだけではドラゴンクエスト10っていうのは、まあ面白い、うん、確かに楽しめるんですが、やっぱりオンラインゲームなので、例えばですね、他の人と、フレンドと友達とね、コインボスに行ったりね、エンドコンテンツ、まあいわゆるストーリーをクリアした後にやることがないもんで、じゃあ何しよう、じゃあ強い敵と戦いに行く、うん、まあエンドコンテンツですねっていうのと、やっぱりまあね、武器とかね、防具とか拾い抜くために必要な、ね、コンテンツ、まあ、防衛軍だとかいうものが、いろんなコンテンツがあるんですけども、やっぱ何かというと、敵と関わる際に最も必要なのが耐性っていうものです。うん、耐性がないとなんで困るかっていうのをなんですけども、耐性にはね、結構種類がございます。まあ、どれも、すごくいやらしいものなんですけども、まあ、一番、ちょっといやらしい耐性っていうのが、こちらの行動が何一つできなくなる。まあ、もちろん、幻惑でミスったり、封印で呪文とか特技とか唱えなくなったり、あとはね、即死、耐えれてるダメージなんだけど、その即死の効果があることによって、一撃で死んでしまう。とか、あとは攻撃力低下で、火力が減ったり、守備力低下で受けるダメージも増えたり、例えば行動延長で、素早さが下がって、コマンドがね、出てくる時間が遅くなる。だから要は簡単に言えば特技とか使うのが、呪文とか使うのが遅くなったり。とか、耐性低下っていうのは、悪い効果がとても入りやすくなるっていう効果ですね。だから普段だったら眠りとかあんま効かないけど、眠りが効きやすくなったり、混乱効きやすくなったり、はたまたね、ボミオス、素早さが低下が効きやすくなったりっていう、耐性低下がございます。まあ、どれも本当にいやらしいので、できればかかりたくない。じゃあかかってしまったらどうなるか、やっぱりその他のね、回復僧侶だったら回復が遅れたり、例えば前衛だったらね、火力攻撃力が下がって、与えるダメージも少なくなって、討伐時間数も伸びちゃいました、はたまたダメージが与えられない状況になりましたね、っていうようなパーティーにとってマイナス部分ができてしまいます。どういうことかというと、まあ普段勝てるようなボスに勝てなくなったり、ドラゴンクエスト10って時間制限があるボスが多いんですよ。時間制限があるボスね。うん。時間制限がなければ永遠と戦っていつかは勝てるかもしれないけども、時間制限があるボスに限っては時間が足らなくなって、あとちょっとで勝てたのに負けてしまったっていう悔しい思いをするバトルが結構あるので、やっぱそういう体制はできれば防ぎたい。うん、まあもちろん特技でね、悪い効果を防ぐような効果っていうのはございます。旧姓のキラポン、弓の特技で旧姓のキラポンだったり、スティックの効果でキラキラポンっていう効果がございます。旧姓のキラポンは1回だけね、どんな悪い効果をね与えられても、効かない
キラキラポンは時間内であれば、嫌な効果を与えられても効かない。ただし両方とも死んでしまったり、凍てつく波動で、食らったりしてしまうと消えてしまう効果がございますので、そんな体勢を揃えとけば、凍てつく波動が来ようが死んでしまおうが体勢部分は消えないので、できれば体勢は用意したいところです。まあ、ドラゴンクエスト10って、まあ、最近エンドボスのコンテンツとかコインボスもそうなんですけど、まあ、嫌な攻撃をしてくる敵が多いのです。うん、例えば強力なブレス攻撃をしたり、例えば強力な状態変化をしてきたりっていうようなボスが増えてきたので、ボスにねもう勝ちたいって思うんであれば必ずこの体勢を揃えるようにしておきたいところです。まあ、ドラゴンクエスト10ってもう今やもう体勢ゲーと言われるほどの、まあね、エンドコンテンツとかコインボスとかが増えてきます。例えば強力なブレス攻撃ね、本来ならね何にもね耐性がない、ブレス耐性がないね装備で行ってしまったらもうワンパンで倒される攻撃もブレス耐性さえ詰めれば軽減したりゼロにしたりできます。強力なね、状態変化の攻撃、例えば眠りだとか、混乱魅了だとか、まあそういうものも揃ってます。それを耐性100にすることによって防ぎます。まあじゃあ防いだらどうなるかね、本来なら動きが止まるところを、何もなかったのようにピンピンして動いて敵をね攻撃したり仲間を助けたり回復したり蘇生したりすることができるので、まあ耐性っていうのはかなり必要なゲームとなっております。で次にですね、どの装備にどの体勢をできるかつけれるかっていうのをご紹介していきたいと思います。今回に関しては武器につけれる錬金はちょっと省きますね。あくまでも防具に、つけれる錬金としてご紹介させていただきます。はい、はい、まず盾、盾には盾ガード率、ブレスガード、攻撃呪文耐性、呪いガード、縛りガード、怯えガード、転びガード、踊らされガード、各種属性の、ダメージ減、であとは回戦時何パーセントで、盾が率上昇っていうような効果がつきます。で頭にはヒットポイント、 NP、 眠り、麻痺、混乱、封印、幻惑、即死、怯え、あとは毒ガード、回戦時何パーセントでピオラっていうような、体勢がつけれます。体上には守備力、ブレスガード、攻撃魔力、回復魔力、呪文ダメージ減、呪いガード、即死で、あと重さで各種属性のダメージ減、回戦時スカラっていうのが体上にはつきます。で次体下、守備力、 NP 吸収ガード、攻撃魔力、回復魔力、眠り、麻痺、混乱、封印、幻惑、毒ガード、回戦時ハテナパーセントで魔法規定っていう耐性がつけれます。で足には素早さ、重さ、見かわし率、おしゃれさ、転びガード、踊らされガード、不意をつく確率、移動速度に、効果がついております。まあ、回戦時系だとか、まあ、正直守備力も今は重要視されてないのかな、がっかりするよね守備力がついたら。ただコロシアムとかでは守備力があるとかなり強いですよね。まあ、このようなね、まあ、多種多様のね体制が、あります。まあ、どれを買っていいか、まあ、どこで装備をね整えていいか基本的に分かんないよね。うん、難しいよね。まあその中で、まあね、どんな装備を選びしていいのかっていうのを次で説明していきます。で基本的にじゃあ耐性って何をね、装備をね持っといた方がいいのっていうことなんですけども、まあこれね一概にねこれを持てっていうのはぶっちゃけ言えません。うん、やっぱりじゃあなんでかというと敵によって、やっぱり効果が違う特技をしてくるからです。っていうのはレグナード、メイブ、ダークキング、レギラッツォ、スコルパイド、ジェルザーク、ガルドドン、まあこういった種類のバトルエンドコンテンツなんかはその敵デッキによってやることが全然、違ってくるし、必要耐性ね、いらない耐性もあるんですけど必要耐性っていうのが全部違うんですよ。まあ、なのでこれだけを持っとけば全部いけるぜっていうのは全くないんで、
なので、じゃあ高木ちゃんどうしてるんですか？全部持ってます。うん。まあ、それはもう職業によってですね。例えば僕はエンドコンテンツに行く僧侶、賢者とかでは基本行かないんですよ。っていうか行けないんですよ。うん。やっぱり装備も持ってないっていうことなんですけども、あと、そのプレイスキル、まあ、いわゆる、まあ、下手くそっていうことですね。まあ、なので、パーティーのみんなに迷惑かけちゃうということなので、まあ、僧侶賢者が最も苦手としてるので、まあ、こういった、職の体制、エンドコンテンツ、行く用の体制は揃えてはいないです。ただ、動画上を倒したよっていうのはあるんですよね。まあ、そういったものの体制は一応持っております。まあ、モンスターにも装備できるから。うん。結果論を言えば、職業によって、やる職によって体制の、持ち方が、変わってきます。で、基本的に体制っていうのは、体上、縦、体下に揃えたいところなんです。うん、揃えれるならね。っていうのは、まあ、耐性ゲートも言いましたけど、ドラクテンってヒットポイントゲーっていうのもあるんですよ。とにかく、ヒットポイントを上げて、なおかつ耐性をつけろっていうのが風潮になってますので、頭にはできるだけヒットポイントをつけたいです。うん。で、縦に、呪いだとか、ブレスだとか、呪文耐性。ね、体上に呪いだとか、即死だとか、呪文耐性。体の下に眠りだとか混乱だとか麻痺とかっていうような形を、取った方が好まれます。ただヒットポイントを上げちゃいけない場所っていうのもあるので、例えばそういう時は頭を活用したり、どうしてもね、どうしても僕お金なくて頭とね体下とかで一緒に100じゃないとダメなんですよでもいいんだけど、まあ正直今、メイブ5だとか、今流行ってるデルメゼね。まあ、それぐらいだけなので、ヒットポイントを持らないといけないっていうのは。それ以外では、まあ、ヒットポイントもちろん持った方がいいんですけども、他のアクセサリーで、例えばね、昨日動画も出した、ね、ピラミッドのブローチ、ね、アンクだとか、ヒットポイントを持ったりだとか、その他のアクセ、大地の大流までヒットポイント持ったりとかという感じでできるので、まあ、一世代前、二世代前とかのボスなんかヒットポイントはね、今ね、レベル116まで上がってるので、基本値のヒットポイントは高くなってますので、頭でヒットポイントもらわなくてもなんとかいける節はありますので、まあできれば頭にヒットポイントっていうのは基本に置いといて、どうしてもなければ、頭と体下とか頭と体上に、体勢をつけて100にするのもありはありだと思います。体勢をどうしても、汎用性がある体勢を持ちたいんであれば、いわゆる魔食体勢っていうのと、おぞましい雄たけび体勢っていうのを持っとけば、とにかくどこ行くのも安心。基本的なね、コンテンツだったらね。っていう体勢がございます。内容はと言いますと、呪いガード、混乱ガードで、もし例えばこれが前衛やるんであれば、幻惑体勢っていうのが必要になってきます。じゃあどこで用意するんですか？呪いは体上。混乱は体下。で、幻惑は頭か体下なんですけども、もちろん、体下に幻惑を60つけて、体上に、頭上に幻惑40。これでも OK。なんですが、基本的に邪神とか行く場合は、こちら、幻惑。ね、ダーククラス。ね、唯一、アクセサリー一つで、耐性を100にできる、アクセとなっております、このダークグラス。こちらはですね、常闇をクリアした時にもらえるものと交換できるんですよね、アイテムと。これを一つ持っておけば、幻惑正直、ね、体上とか頭につけなくてもいいんです。体下か、体下に、幻惑をつけろっていうボスがいます。っていう魔食耐性と、おざましい雄たけびは、封印、混乱、呪いですね。なので、体上に、呪いをつけて、封印、混乱。あれこれ頭と下ですよね。そう。なので、もしくは指輪でもいい。うん、指輪。ただ今は指輪を装備するときに、まあ前衛も後衛も、この魔導将軍の指輪か、
こちらね、武人将軍の指輪、この将軍の指輪っていうものがね、好まれていくので、かなりガチな人は、こちらの2つで頭に、混乱封印と、頭と体下に混乱100、封印100をつけて、言ってますね。っていう、この2つ、ね、おぞましい雄たけび体勢と魔食体勢っていうのを持っておけば、汎用性はありますので、まあ、ほぼほぼどのコンテンツもいけるようになります。ちょっと今日のライブでもあったんですけども、僕はレギュラーゾっていうボスを倒したいんで、ブレス100を、作りたいんです。他にも、混乱とか、耐性があると思うんですが、それを全部買ったら2200万するんです。これは買った方がいいですか？っていう質問があったんですよ。うん。まあ先ほどから僕も言った通り、耐性っていうのは必要です。うん。まああったらあったに越したことはないんですが、実はですね、実は、こっからね、まあ、自分のプレイスキルにもあるんですけども、2200万も出さずに安く済む方法はございます。うん。っていうのは、レギュロザットっていうのは、基本的に何をやってくるか。ブレス攻撃っていうことと、ジバルンバっていう呪文、土属性の攻撃っていうのと、闇の流星、あとは魔食。うん。っていうのを、状態変化をしてくる、攻撃をしてきます。あれさあ、さっき高木ちゃん、魔食って、先ほど言いましたよね。混乱、幻惑、呪い、ね。そんな嫌な行為してくるんですね。めちゃくちゃ3種類ね。なおかつ、ブレスもいるんですか？うん、ブレスもね、いるね。っていう風に思っちゃうじゃないですか。うん。全部揃えた方には、越したことない。楽には倒せると思います。がですよ。正直僕ね、レギュラーズを倒すときに、必要体制何ですかって言われたときに、ブレスだけでいいです。って答えてます。まあ、っていうのはなぜかというと、レギュラーズがやってくるんですけど、ダークネスブレス、絶対レードっていう2種類のブレスが入ってきます。ダークネスブレスが、全属性耐性ダウンっていうのと、呪いの効果のブレスがあります。で、絶対レイゾっていうのは、ブレスの、攻撃と、怯えをさしてくる、ブレスの攻撃がございます。この2種類やってきます。じゃああれじゃないですか。さらに呪いもいるし、怯えもいるじゃないですか。なんでいらないんですかって。ブレスを100にすることによって、ダメージを0にします。ダメージが0になるっていうことは、この呪いと怯えも効かなくなるっていうことなんで、なので、ブレスだけでいいんです。うん。で、あれでも魔食やってくるんですよね。やってきます。やってきますが、こちらの魔食って範囲が狭いんですよ。敵の周りにいれば当たる範囲なんですが、敵から離れれば、少し離れれば、食らわないところに避けれます。ので、正直、魔食は、レギュラーズはね、このボスに対しては避けることを前提の、で、ブレス100は、すれば他の体制はいらないよと言っております。うん。まあ、やっぱりそれをするには敵の攻撃をよく見てね、避けれる範囲の、範囲を知っていうことをしないといけないんですが、ブレス100は絶対必要なんですが、魔食はその場でワシャってやるので、基本的に影に向かってやらないので、なのでブレス100だけでいいよ。うん。そこでですね、まず装備選びなんですけども、基本的に装備を選ぶときに気をつけてほしいのが基礎値を見ることです。例えばですね、盾を選ぶときに、まあ基本的にどれでもね、いいと思うんですよ。盾は一生もの。特になんかルフの盾なんかはかなりね、汎用性が高くて、いいと思うので、ルフ盾でもいいんですけども、最新の盾なんかに基礎値、が優秀な盾が揃っております。例えば、こちらの今流行ってるのが、ブルーバックラーとブレスガーターっていう、まあ、盾なんですけども、これドン、ブレスガーター、ブレス系のダメージが 10%、ついております。基礎効果に。もう、素でブレス 10% がついてるんですよ。っていうことは何かと言いますと、ブレスを、耐性を盛りやすい。他のブレス系がついてない。ものに対してよりは、ブレスを100に、100近くに持ってきやすい。うん。なので、
基礎値をよく見てください。例えばこちらのブルーバックラなんかもそうなんですけど、基礎値に攻撃呪文ダメージ減 10% 減っていう基礎値がついております。なので攻撃呪文を、防ぎたい敵、例えば無道なんかもそうなんですけど、あちらは呪文耐性を持った方がいいよ。じゃあ例えば盾を買うならどれがいい？ブルーバックラをおすすめします。もしくはまあ人気なのはこちらメタスラの盾でもいいですね。まあそこまでね気合い入れて呪文耐性もらなくても無道なんかは勝てるんでいいんですけど、例えば他の呪文耐性を持ったいいエンドコンテンツ、バトルエンドコンテンツが出てきた場合はやっぱり、これよりは基礎値が高いブルーバックラの呪文耐性を買った方が後々、まあ盾はね一回一回買い替えてる人は少ないので、ブルーバックラだったらブルーバックラ、何世代も渡ってもブルーバックラを装備してる方も中にはずっといますので、うん、まあ、今でもメタスラの盾を装備してる方もいますので、盾は一生ものと言われるぐらいなので、まあ、基本的にね、盛りたい耐性のものの基礎効果をよく見て買ってください。こちらのドアチャッカもなかなかブレスと呪文耐性ね両方基礎効果がついてるのでなかなか強いと思うんですけども、でもやっぱりブレスの方、ブレス特化の敵が出てきた、攻撃呪文特化の敵が出てくるとなると、先ほどのやっぱりブレスガーターとか、ブルーバックラードの方の基礎効果を持ってる特化した盾の方が強くなります。ただやっぱり、こちらっていうのはこのマネーがねどうしてもマネーに関わってきますので、まあ、自分のお財布とね相談してやってください。次に体上でブレスを揃える場合なんですけども、こちらもそうです、基本効果いわゆる基礎値っていうのに効果がございます。じゃあどれで基礎効果ブレス100にすればいいのかっていうのを考えると、例えばクルーガーからいくと基礎効果っていうのが、全ての属性ダメージ 3%、まあ、耐性がないんでこれはちょっとダメですよね。でカテドラル、これねブレス系ダメージ 10% ついてる、うん、じゃあさっきのブレスガーダーと合わせてもうここで20も折れてるわけなんですよ、うん、まあ、なのでブレスを100にしたいね、簡単に 100にできる装備っていう選びはそのブレスガーダーとカテドラルを、やると他のやつよりは断然安く済むことができます。じゃあカテドラルでいいんですねって。ただし最近の傾向を見ると、まあデルメゼなんかはデルメゼなんかもブレス100にした方がいいですが、じゃあカテドラルでいいのかっていうのが今装備がちょっと見直されて、カテドラルだとベホマラをした時の回復魔力っていうのが低いんだわ、うん、でやっぱり最新装備のこの光のローブね、回復魔力104に対してカテドラルの場合87しかないのよ。結構この100ね、差がでかいので、皆さんねデルメゼを考えてる人は光のローブで100を目指してます。まあでもやっぱりそうなると基礎値にブレスがついてる時点でもうかなり高額になってくるので、まあ、ゆくゆくはねお金を貯まってしょうがないんですよ、全然余裕にあるんですよっていう方は光のローブをね揃えた方が、まあ、得は得だと思いますが、やっぱりね僕はもうお金がないんですよっていう方はこちらのねカテドラルで揃えてみた方が、まあ正直レギュラーゾとか行くぐらいだったらカテドラル、まあ他のデルメゼ以外のボスなんかはカテドラルのブレス100で揃えとけば全然余裕でクリアします、全然余裕で、うん、ただちょっとデルメゼも僕も範疇に入れてるんですよっていう方はもう最初から光のローブで揃えた方がいいと思いますが、値段はかなり高くなります。だからゆっちゃん、じゃあもっともっと金額を抑えたいんですよという方は、まあカテドラルで先ほど、言いました、お伝えしましたブレス100をね、でブレス100こちらねブレス系ダメージをまあ、全部で30かな、基本的は30だと思うんですよね全部。あ、めちゃくちゃ安いじゃん、900万以内で買えるで。でも高木ちゃんちょっと100万円でもちょっとね金出せないんですよという方はちょっとこれの数字を落としてくださいね。例えばじゃあ10なんかで見ると、はいドン75万でありました、75万で、うん、ブレス系10、その代わり錬金見てみるとまあ失敗してます、うん、でも失敗した
10からマイナス9減ってるから1じゃないですか。じゃあこれ全部で12ですか。そう、今は12なんですが、錬金強化やアーク、先ほどのマイナスをこちらに、ね、話しかけて、とあるアイテムを使うと、先ほどの失敗がプラスになります。プラスになります。なので全部、30、要は10、10、10にすることが可能になりますね。その代わり、とあるアイテムっていうのが錬金石なんですよ。錬金石、いわゆるこちらのね、おまとめて袋に入っているこちらの各色の錬金石が必要になってきます。まあこれはレベルによって、装備のレベルによって使える石がもちろん決まっております。うん、カテドラルを直す場合だと、赤の錬金石が必要になってきます。うん、ほらね、強化できるよね。まあ最大値が、3になります。最大値が3に、4はできません、ブレスの場合はね。簡単には呪文耐性が、最大値プラス1なんですが、まあ、プラス1にすることはできなくなります。要は最大値の数字にはできないんです、錬金効果は。うん、これは最大3まで上げることができます。うん、ただし赤の錬金石が75個必要です。でも高木ちゃん、今赤の錬金石取れないじゃないですか。うん、取れない。まあそういう場合はこちら交換やカークさんに話しかけることによって、今金の錬金石が取れます。金の錬金石を銀の錬金石に変えれるっていうように、銀から緑に交換することは可能になります、透過交換で。ただし逆はできません。緑から銀に変えることができませんので、それだけお気をつけください。最後にですね、よくライブでちょっと質問があるんですけども、装備って星さんを買わないといけないんですかっていう質問なんですけども、星さんで揃える必要はありません。うん、まあただし複数耐性が必要な場合は欲しいです。あとプラスアルファヒットポイントも欲しいよっていうことなんであれば、例えば先ほどのおぞうた体制もそうなんですけども、さらにヒットポイントを盛りたいっていう状況だと、頭に、ヒットポイントと、混乱か封印で、体下に混乱100とか、もしくは封印100と、あと混乱と封印っていうような、風にやらないと、星さんで補わないとこれが両立できませんので、星さんを変わらざるを得ないんですけども、基本的に今僕デルメゼを言っています。デルメゼも、顔は魔剣の仮面を装備して、体下に幻惑って必要なんですけども、正直、頭に怯えガードとヒットポイントを持って幻惑を体下につけてます。見てください、星2を買っております。まあ魔食をやってくるんですけども、魔食はさっきも言ったんですけど、レギュラーズと同じでデルメゼも避けれるようですよ。とにかく避けないといけないんですよね。なので、下にから幻惑ガード2っていう形につけてます。あれ星2ですね。そうそうなんです、星2で十分なんですよ。じゃあ高木ちゃん、守備力変わってきますよね。変わってきますが、1です。誤差の範疇なので、星3と星2のあれなんで、一番必要なのが、体下に求められるものが耐性が求められます。もう守備力1なんて正直あんま変わんない。1を上げたところで食らうダメージも、じゃあ減るかって言ったら減らない。うん、このゲームあんまりその守備力に対して、いやもちろんじゃあ革の鎧でいいかって言ったらそれはダメです。守備力が低すぎて、星2星3ぐらいの守備力1程度じゃあんまりそんなこと気にする程度もないので、耐性を重心と見てますので、星2でもいいんです。とにかく体勢を揃えることが大切なので、なので星3じゃないとダメっていうのではないので、安心して安い装備を購入してください。今日はですね、体勢の大切さっていうのと、まあ、装備をね、うまく効率よく入手するっていう動画でした。他にもゼルメアだとか、モンスターを倒して、たまに手に入る白箱、こっから装備が出ます。まあ、ただし狙った装備が出るっては限らないので、根気と我慢がちょっと必要なんですけども、まあ正直お金はゴールドゼロでね、手に入れれるので、まあそれらをね、時間がある人はね、それらを活用してやってみてはいかがでしょうか。まあ僕みたいな貧乏配信者が、ね、まあゼルメゼ以外のボスは倒していけるんで、皆さんもね、お金がないから僕は耐性揃えないんですってね、嘆かないで、星2でもいいんですよ。ね、錬金石使って、うまくね、耐性を整えて、それでね、挑めばいいんですよ。うん。
まあ口酸っぱく言ってますけど、やっぱりね、体制がないとどうしても他のパーティーに迷惑かけてしまう。行動が止まったり呪文が唱えなくなったりね、するので、すごくこのゲーム体制が必要となっておきます。なのでその体制を入手したおかげで倒せなかった敵が倒せるようになったっていうのは、すごくね、皆さんにも味わってほしい。勝つ楽しさを皆さんにも味わってほしい。うん、それに勝てるけど楽に勝てるか、それとも苦労してとても時間をかけてゆっくり勝てるか、精神的負担もね、だいぶ違ってくると思うので、やっぱり体制一つでね、全然世界が変わるのでね、皆さんもね、体制についてね、見直してみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。